398条の12、元本の確定版においては、寝定統計者は寝定統計設定者の承諾を得て、その寝定統計を譲り渡すことができずに、寝定統計者はその寝定統計を2個の寝定統計に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができず、この場合において、その寝定統計を目的とする権利は、譲り渡した寝定統計について消滅する。3、前項の規定による譲渡をするには、その寝定統計を目的とする権利を譲る者の承諾を得なければならない。この条文は1項で寝定統計の全部譲渡、2項で分割譲渡を規定しています。全部譲渡、分割譲渡、次に出てくる一部譲渡は元本の確定前にだけすることができます。まとめて覚えておきましょう。全部譲渡から説明します。不動産の所有者が債務者の債務を担保するために寝定統計を設定していたとします。この場合、寝定統計者と債務者間で発生する債権が担保されます。全部譲渡をすると、寝定統計を譲った者は単なる債権者となり、債権は寝定統計で担保されなくなります。寝定統計を受け取った者は、全部譲渡前から発生していた債権とこれから発生する債権が担保されます。この全部譲渡をするには設定者の承諾がなければできません。担保しなければならない債権の額が変わる可能性があるからです。次は分割譲渡です。先ほどの例で全部譲渡ではなく分割譲渡をするとこうなります。一つの寝定統計が二つになり、各寝定統計でそれぞれの寝定統計者の債権を担保します。2つの寝定統計の極度額の合計が分割譲渡前の寝定統計の極度額と同じになります。設定者の同意が必要なのは全部譲渡と同じです。さらに分割前の寝定統計の転定統計者等の同意も必要になります。なぜなら、分割して譲渡された方の寝定統計は転定統計がつかないからです。分割された寝定統計は極度額が減少するので担保価値が下がります。あなたの転定等の価値が下がりますけどいいですかと聞いておかなければならないわけです。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。